こんにちは。ヤッホー。ちょっと待ってよ。朝と反対に分けてる。ああ、そうだ、本当だ。そう、朝は適当だった。12秒から配信開始。嘘、マジか。前髪が綺麗になってて、そう、ちゃんとセットしてきましたよ。ウケる、危ない、後ろにクマ。これウサギでーす。ちょっとウサギって分かるように垂らしとこう。ウケる、なんかバンドしとる人みたい。あ、鼻歌。そう、朝ね、前髪を笑われたの、だから直しました。全然。ヤッホー。こんにちは。食べるの忘れてたって。全然全然、来てくれるだけでありがとう。そう、分け目変わったよ。テロップしよう。お昼まだ食べてないんですよ。今日は13時までです。そう、何やってって。そう、なんか終わってから食べようと思って。暑いよってね、暑いですね。でも今日はまだそこまで我慢できる。夜あります。今何食べたいって。今はきゅうりが食べたいです。 めっちゃきゅうりが食べたい。そう、さっき冷蔵庫を見たらね、きゅうりのお漬物みたいな、なんか酸っぱすぎるやつじゃなく、きゅうりのちょっとつけたやつがあって、そう、絶対それ食べようって思いながら配信してます。そう、ウケる。つむつむやってたら通知来たから飛んできたって、ありがとう。そう、浅漬けみたいな、よくわかんない、なんかの漬物。そう、きゅうりの気分ですね。さっぱりしたものが食べたい。そうめんとか。きゅうりおいしいよね。皆さん何か食べましたか？お昼、今お昼休憩中ですか？お仕事の。くじ見てに、焼きそば食べた、ごまだれつけうどんな。ああ、今日そうめんだといいな。ハンバーグ弁当。え、みんなめっちゃ美味しそうなもの食べてるじゃん。
最近枝豆は、最近はね、ティフに向かう東京、あ、東京に向かう新幹線で、そう、枝豆を買ってミュと食べながら行きました。枝豆とサンドイッチを買って2人で半分こして食べました。いいね。そう、つまみ。フルーツサンドいいね。全然食べとらん、フルーツサンドとか。はあ、正義。配信終わったらお好み焼き食べるっていいな。千穂ちゃんの12秒生で見たいなって。いつするかな。でも TIFF の時にして、なんか12秒するのめっちゃ意外みたいな感じだった、皆さん。そう、12秒して、だからまたどこかでしそうですけどね。そう、ミニライブでやってくれたよね。ああ、そうしましたね。ジョーが一人でここで踊っとったの。そうセミの BGM 聞こえますか。聞こえるか。めっちゃセミ鳴いてる。でも今日ちっちゃい気がする。つくつくポーし、つくつくポーしってやつがおるよね、よく。今はなんかジー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 って感じ。セミとコラボ、うん、どこかで泣いてる日暮らしは、山口県めっちゃ雨降ってきたよって。え、広島は超晴れ。マジか。じゃあ来るね、その雲が。こっちは今のところ静かです。そうなんだ。なんか私的にセミは森とかがいっぱいある、ちょっと田舎っぽいところにしかいないって思ってて、だから東京で TIFF の時に泊まって朝起きたらセミの音がしてびっくりした。東京の都会にもセミがいるんだと思ってびっくりしました。豆知識。そんなことない。そう、本当にびっくりした。セミ、千穂ちゃんセミ取ったりする？セミはちっちゃい頃とかはおばあちゃん家の近くにある神社とか行って取ってましたけど、うん、今はね取ってないです。そう、セミはアスファルトの下で鳴いてるらしい。え、ほんまに？アスファルトの下って履いてるの？え？ニッパー掃除た？はい。オッケー。今はもう苦手って、うん。今は。うん、虫触れないですね。
スファルトめくるのか。え、本当にすごいね、強い。ヤッホー。そう、虫無理っすってね。私も無理です。なんかね、ちっちゃい頃とかは、ね、カブトムシドームとか行ったりセミ捕まえたりしてたね。怖い話聞かせてよって。怖い話ない、もう使い果たした。一回怖い話配信をしたんですけど、その中で私の知ってる怖い話は使い果たしましたね。カブトムシドーム、そうです、多分山口県だった気がする。なんかね、あれだよ、列車、機関車、山口県の、あ、なんだっけ、山口のポッポーって走る電車に乗って、いとことおばあちゃんと多分山口に行ったんですけど、そこでカブトムシドームみたいなとこがあって、そう、機関車、なんか機関車なんだけど、いや、カタカナの名前、あ、SL だ、 SL だ、そう、 SL です、 SL です。そう、 SL だ、 SL、 そう、それに乗って行ったんですよ。ちっちゃい頃だからもうあんま覚えてないんですけど、え、知っとる？カブトムシドームあったよねって。そう、今もあるのかな、わかんないけど、夏にね、あったんですよ。何年前じゃろ。確かに、SL はカタカナじゃなくてアルファベットだ。確かに。シュイチローさん、はじめまして。こんにちは。今は何配信？今は、お昼配信ですね。皆さん、朝からお昼までお仕事お疲れ様です。宝石をあげる、だからちょっと、あ、このまったり感好きって。そう、私結構まったりしてない配信がない。そう、あのさ、今日の夜配信するんですけど、今日の夜の、ナースちゃんさん、はじめまして。今日の夜何しようかなと思って、何したらいい、なんかいいのありますか？なんだこの配信。何しようって思ってるんですよ。あ、歌いまくる。あ、ティフの、あ、いいね。歌う、あ、ライブする。そう、ざっくり。いいね、ティフの振り返りライブをしましょう。決定。ティフのライブ、何時からしようかな。もう決定した。え、でも他にも聞こう、この今日の夜じゃなくても。これからライブ配信いつも見れないって、オーマイガー。またいつかするので見てください。8時がいい、もういつも8時間なんですけど、1時間だったら少ないなと思って、
だからもうちょっと早くします。どうしよう、料理配信は。なんか料理配信ってみんなどうやってるのって感じなんですけど、キッチンとリビングがつながってるから、リビングに家族がいるから声とかめっちゃ聞こえちゃうし、なんかうん、みんなどうやってるの。浴衣配信はね、来年かな来年かな。花火配信ここででも花火とかさ、外でできたらめっちゃ楽しいですよね。DIY、 あ、いいね、 DIY 書こう。あ、じゃあ今度あれしよう、この背景を変える配信なんか地方背景のこと結構考えとって、最近決めてるんですよ、ちょっとこういうのにしようって。だからその配信を今度しよう、 DIY 壁配信、壁。そう、大事ですよ、背景は。壁は変える配信。ひなこちゃんすごかったもんねって、ひなこちゃんはすごすぎた、あんな豪華ではないですけど。秋しようかなって、いや全然考えてなかった、季節は考えてなかった、普通に蝶がずっとしたいなと思ったけどしてなかった感じの背景です。気配がする、夏の恋が今始まる。メイク配信、え、メイク配信全然いいけどつまんないですよ多分。そう、唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が、ちょうちゃんの習字を後ろに貼る習字下手なんですよ本当に。そう、なんか結構前にゆいもが習字をしとる配信を見た、めっちゃ字綺麗だった。ゆきさん、バラ、反抗期さん、だるま、キワーくんさん、緑のやつ、反抗期さん、ハート、ケンイチさん、黄色いだるま、赤いだるま、ハート、ありがとうございます。そう、あー、まあ実は雑談だけでもめっちゃ大事で雑談、そう、でもほとんど雑談だけど私の配信たまにはね、いろんな髪型に挑戦してみよう配信だって、それいいですね、ちょっと楽しいかくれんぼ配信、誰とよ誰とよ。守っていたものどうすればいいのか、僕はただ腕の中にコラボ配信とかもっとしたいな。てかさ、やっぱなんでもない。どの髪型がいいかグランプリ。あ、でもそれいいかも。髪、髪って書いとこう。
どの髪型がいいか配信いいね。2つと三つ編みとくくるのと、そうコラボね、数人としかしたことないね。あでも握手会会場からした時はみんながちょこちょこ来てくれたけど、でもコラボ配信っていうのかな、言うか言おう。いや高いツインは無理ある。なんか長さ的に高いツインしたらめっちゃグニャンってなるんよ。じゃけんここら辺でこんなんならいける。あメンバーに電話、あいいね。あそうセッキーの渡したいね電話。じゃあこんな感じです。これからいつかやるやつ、 DIY のライブ、あこれ今日します。 DIY 壁の電話メンバー髪髪はあのどの髪がいいってやつです。そう今日何時からにしようかな。7時、ん ?7 時から配信します。ウケる漢字一文字もなし、確かに英語がたくさんあるからいいよ。7時にしますね。だから、ね、7時から配信って結構久しぶりかも。指伸ばしてるの、そうなんか指ね長くてスラッとさせたい、もっと。7時ならちょっと見れるかも。あよかった。7時だとメンバーかぶってないってマジか、ちょっと見よう。7時めんねやりそうやけど、あほんまよ、あかぶっとるやん、あやみんかぶっとるやん。かぶってるけど一人しかおらんね今日。 STU そう、欅さんのね、ひらがなけやきさんのオーディションのさ、あ俺のフォローしてるメンバーな、あなるほど、けやきさんのオーディションのやつをフォローしとるんやけど、めっちゃタイムテーブルにそれが載っとるみたいな。なぜて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の恋が今始まる、唇に触れたの。一番がお気に入り、一番の人見よう。今まで君が守、あ一番の人見てないかも。千穂はまだ配信しとらんけど15番の人の顔写真がめっちゃ可愛いと思っとる。でも皆さん流れちゃダメだよ。守っていたもの、DD 体質ってじゃあ見ちゃダメですよ。見ちゃダメだよ。愛があれば時々どれつらい。ふふふ、
最初に配信してたこの勇気がすごい。そう、本当に見たよ、6番さんじゃろ。そう、最初に配信そういうの、チオもめっちゃねえ、チオも最初に配信できんと思って、他の子の配信をちょっと見てから配信始めたもん、オーディションの時。仕事もとはないで、いってらっしゃい、頑張ってください。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。てか、ちゃーちゃんそういうこと言うの思わなかった、流れちゃダメだった。うん、言ったことなかったね。そう、なんとなく言ってみました。そう、ナックス、あ、キャッチ、キャッチしよう。あ、もう56分だ。私が瀬戸内って言ったら皆さん地方って言ってください。それでは行きます。はい、瀬戸内地方。瀬戸内から笑顔を届ける県、広島県出身15歳千穂ちゃんこと石田千穂です。いえ、よろしくお願いします。イエーイ。唇に触れたな、しゅういちろうさん、花束、のんたさん、バラ、しゅういちろうさん、白スイカ、反抗期さん、だるま、のんたさん、バラ、けんいちさん、青いだるま、よっこさん、青いだるまと黄色いだるまと赤いだるま、ありがとうございます。そっちは31番でしたね。あ、じゃあそろそろお礼いきます。13位のんたさん、12位ベイケンさん、11位としゆきさん、10位グレートマンさん、9位キシマタクシーさん、8位ヒロランさん、7位どんちゃんさん、6位ムムさん、5位もみさん、4位コモダさん、3位りょうにゃさん、2位きわくんさん、そして第1位は、よいしょ、ずーじゃん、けんいちさん、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうログ最近なんとなく使う、ありがとう。それでは次、名前呼んでいきます。フルルンさん、鉄火丼さん、ラトさん、トモリナさん、枝豆さん、トモテンさん、ヨッコさん、チーさん、ユキさん、ナオさん、ガトクラッキさん、クモハさん、ニャンコ先生さん、ハテナさん、フルルンさん、ウスさん、ネジムキノハンコウキさん、テンプターさん、アンディタンさん、ポップコーンさん、ペンペンさん、イルさん、 CDC さん、シュウイチロウさん、トテチンダスさん、オドンさん、マッサン、マリオさん、ヨシカーナーさん、猫好き B さん、チーヨさん、のびのび太さん、コウさん、ユカバさん、アニさん、ポテさん、マサトさん、トトミチさん、スチュアートさん、ナマケモノさん、ハリーベルさん、モトタカさん、ハテナさん、ニャンコ先生さん、クモハさん、クロガトクラッキさん、ナオさん。よし、次はコメント読んでいきます。え、セミすごいね。ストーンさん、プリンちゃんさん、としゆきさん、スチュアートさん、スローカーブさん、アンリタンさん、ベイケンさん、快速マリンライナーさん、ナナッチャさん、ヨッシーさん、
コントロール人入り組さん、ゼロさん、京和くんさん、火曜日さん、ななみつさん、かぐらさん、初見です、よろしくお願いします。なんて読む、星空の結晶さん、ストーンさん、こじこじさん、よし皆さん、バッキーさん、おたたかさん、もみさん、のんたん、今日も来てくれてありがとう、来てくれてありがとうございました。じゃあ数えます。あ、今日の夜は7時から TIFF のライブの、全部するか分からんけど、多分する、あ、全部は分かんないけどするから来てくださったら嬉しいです。イエーイ。じゃあ数えます。3、2、1、バイバーイ、また後でね、バイバーイ、ありがとうございました、仕事頑張ってね。